ケムズリー死者は、イギリスの死者、貴族、連合王国貴族者位。時系初代キャムローズ死者、ウィリアム・ベリーと共に、新聞業界で活動した、実業家、ゴーマー・ベリーが1928年に連合王国、順番爵くらいの順番爵に上されたことに始まる。彼は、ケムズリー新聞社設立前年の1936年に、連合王国貴族として、 バッキンガム州、ファーナムロイヤルのケムズリー男爵に、上る爵した。彼はさらに1945年には、バッキンガム州ドロップモアのケムズリー主爵に、少女している。彼の後は、その息子のジョフリーが爵位を相続した。二代子爵ジョフリーは、一族の新聞事業を継承して活動したほか、バッキンガム選挙区選出の庶民委員を務めた。 その息子である三代子者クリチャードがケムズリー子者家カ元当主である。元当主である第三代ケムズリー子者リチャード・ゴーマーベリーは以下の位を有する。法定推定相続人は元当主の息子であるルーク・ゴーマーベリー閣下。同社はサンデータイムズやデイリースケッチ等を参加に置いた企業。ありがとうございます。